見シンプルなものなんですけど。10年前から美容師さんが遊びに行った普通のことをきちんと話してきて現在になる。みんな大人の部屋からよく一緒な目標だね。失礼しちゃったと思われるようにしたあまり具材としてもって社会が良くなったというか。コロナ禍でですね、今シャンプーが終わって ママっていうのはウェット状態ではこうクリクリ出てるんですけれども、これからエアウェーブの原理の方の説明の方をさせていただきたいと思います。キャップをかぶせて乾燥させないような状態で温風だけを当てるっていう工程をするんですね。それがクリープって言って新しいパーマの原理なんですけれども、クリープが終わった後にチューブを接続していただいて、チューブからこう水分を吸い取ろうという力がありますので、それで乾燥工程に入ります。で、乾燥させることで髪の毛が硬くなりますよね。硬くなるので定着させていくような形になります。ご出展させていただいております。こちらでフェイシャル、ハートケア、またヘッドスパという一連状態の素肌にこれから栄養補給をしっかりと行っていきます。今日はこちら今マッサージが始まっているんですけれども、このようにフラップが動く、今回ルベルコスメティックスが、この秋発売しますニューマテリアのお話をちょっと、させていただきたいと思います。ホイールワーク専用カラーということで5色出させていただいてます。色をいわゆる残留ティントを抜く作業と、それから酸化染料で色を入れる作業、これがホイールの中で1回でできてしまうんですね。教育のコンテンツとして、4セクションという考え方を今回打ち出しております。